朝中公園は岐阜県大垣市にある都市公園である。朝中公園総合グラウンドともいい多目的運動公園となっている。通称アスピック。陸上競技場、球技場、野球場、ソフトボール場、多目的広場がある。スポーツ施設としては準県営施設の扱いである。FC 岐阜の公式試合が年1、2回開催されていた。 現在は J リーグの開催基準の問題上、トップチームの本拠地開催は不可となっているが、2013年に J2 リーグの試合が1試合だけ特例開催された。全天候型陸上競技場、球技場であり、日本陸上競技連盟第3種公認である。一周400メートル、自家走路115メートルを有す。陸上競技のほか、サッカー、 ラグビー等の球技に使用可能。かつての性能運輸サッカー部、あるいは FC ギフが、ホームゲームを行っていた。2013年9月22日日曜日34節、ガイナーレ鳥ット戦が開催された。J リーグ開催時収容人員メインスタンド、芝生スタンド4300人ガイアは総天然芝。日本女子、ソフトボールリーグ機構の公式戦の、 試合会場としても使用されている。ガイアー総天然芝。日本女子ソフトボールリーグ機構所属の大垣、みなもソフトボールクラブの練習場としても使用されている。天然芝の広場。サッカー、ラグビー等に使用される。ありがとうございます。